はい、こんにちは、イカワードと申します。今回はゼルダの伝説裏技を使いながら実況プレイの番外編というかエンディング編ですね。うん、エンディングも撮っとかないとちょっと本当にですね、もう長かったですね。60何回かな、今出てんか61だから62、63、70ぐらいはいったかな。ふぅ、もういいゲーム、これは本当にいいゲームだ。でですね、時のオカリナの裏技をまとめたやつもですね、ちょっと動画を出したいなと思います。まとめというか、まあ今まで紹介しきれなかった裏技や、まあいろいろですね何を言ってるんだ俺は。まあデジカメで見ると泉は青ですけど、普通に目で見ると青というか、なんか絵の具のグレーにちょっと水色を混ぜたみたいな色なんですね。デジカメの方が綺麗に見える、ここはゾーラの里。いい話だな、このゲームは。本当に今おすすめですよ、やるのなら。ムジラの仮面の次におすすめです。ただムジラの仮面は日本人にはやってほしいぐらいには、まあおすすめです。ムジラの仮面はいいゲームですよ。いや、最初やった時はエンディングでもちょっと泣いちゃいましたね、なんでやねん泣くほどでもないけどね。何回もやっていたら、これで8周目だったっけ。エンディング長いよ。ちょっとカメラの時間が足りるかな。ハイラル平原ですね。英語読めないんで無理です。弥生誰、すいません、ロマ字とか英語とかそんな無理なんでわかりません。よし、来た。ここが本番のエンディングな。何かが見える、あれはなんだ。炎だ、あっち。ドゥ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 これマロン大人じゃん。え、マロン大人なのに、大人なのにリンクは子供。え、そう、意味わからんぞこれ。多分最後にリンクじゃない。これだって時のオカリナ使ってゼルダが子供時代に戻してくれたんでしょ。だったらなんでえ、マロンが大人なのかわからない。ドゥ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 。お、ちかエンディング長えよ、終わってくれよ、さっさと。ふぅ、1,2,3,4,5,5人。おお、勢ぞろい。もういいね、ここで最初やった時はここで泣きました。う目からカルピスが出ました。おお、綺麗。で、これの続編が、まあ、ムジラーですね。まあ、知ってる通り。
ナビを探す旅に出ます。ここでナビと別れます。リンクが、もうめんどくさいぜあんな冒険。ガノンなんか弱かったし、もう俺一生冒険なんかしないぜ。お前どっか行けよ、もう邪魔くせよ、目がチカチカすんだよ。おいおいどっか行けよお前妖精。おいひどいよひどいよ、もうお前もう邪魔、別れてやるよお前なんか。クソ、さっさとどっか行きやがれ。お前なんかいない方がせいせいするぜ。ふう、太陽が眩しいぜ。さあ家帰って寝るか。読んでない漫画が10冊ぐらいあるぜ。てか剣が重たい、足が疲れるよ。以上リンクの、心の叫びでした。ここまで見てくれてありがとうございました。本当にもう長いシリーズでしたが、もうここまで全部見てくれた方はまあそういないと思いますけど、まあまだムジラの仮面やるつもりなんで、よければそちらの方もよろしくお願いしますってなんか前のパートで言ったような気がする。まあいいや。てかまたムービーやった。お、あなたは、そうだ俺がイカ坊主だ。まあちょっとしばらく沈黙が続いて、でトゥルーエンドということでですね、まあもう本当良かったですね。ということでまあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。本当にここまで見てくださった方はありがとうございます。じゃあねー、ビット。